紹介をいたしますと、もともとは、素粒子論という分野で、1974年に東大で、学位を取ったわけですけども、その後約10年間、欧米で研究所とか大学とかで研究をやっておりました。で、日本に帰ってきて、やはりなんかもっと別なことをやりたいというふうに思いまして、で、会社を開いたということで、会社を開いて、社員が随分頑張ってくれたわけで、私は結構時間がありまして、その時間を十分使わせていただいて、で、経済、私も素粒子論というのをやってましたから、シミュレーション、コンピューターを使ってシミュレーションやるのは得意中の得意でありますから、経済のシミュレーションをやったり、あるいは進化生物学でのシミュレーションをやったり、いろいろシミュレーションをやって、で、しかもですね、日本経済復活の会というのを立ち上げたんですね。で、どうしてこれを立ち上げたかというとですね、非常に私は日本をの現状を憂いております。これじゃダメだ。言ってみれば、非常に経済復興、戦後の復興は目覚ましかった。奇跡の経済復興と言われたぐらい素晴らしい経済復興をしたのに、ほんのつまらないことでつまずいてですね。で、緊縮、デフレ、バブル崩壊のデフレで、で、もう間違えた方向に進み始めたということで、私の感覚では、世界の中で唯一日本が経済が衰退しているで、それがですね、言ってみれば集団自殺みたいな形で、みんな緊縮緊縮、タイマリーバランス、これしかやってはいけない政策をずっとやってるんで、これはダメだと。国の借金なんてあまり全く意味がないのにもかかわらず、それを借金返そうとするとはとんでもないことだと。で、これが間違いだということをですね、シミュレーションをやって示せば、みんな納得するだろう。当時ですね、私がこの会に始めたのが、2003さんなんですが、小泉さんも多分このシミュレーションを見れば、分かってくれるだろうと。そうすると、180度、この考えを変えて、そしてまた再びですね、奇跡の経済復興が始まるだろうと思ったんですね。ですから、シミュレーションをやって、そして、こういう日本経済復活の会議を立ち上げて、そして、アメリカからですね、ノーベル経済学者をローレンス・クラインという人ですけどね、呼んできて、そしてシンポジウムを開いて、で、国会議員の前で講演をしてもらって、こういうことをやってですね、日本経済復活の会に、100名ぐらいの国会議員を巻き込んで、で、これで日本経済復活するだろうと思ったんですね。で、あの頃は、本当に国会議員の方もですね、よしやろうということに傾いていて、与野党を集めてやりましたから、これで、この会を中心に政界再編もできるかんじゃないかというくらいの話もありまして、なんですが、なかなか、財務省の壁は厚くてですね、彼らは金持ってますから、なかなかうまくいかないということではあります。でも私はまだまだ危機感を持っておりまして、今このままでは絶対いけないということで、私の尊敬する井上先生がですね、活躍しておられるので、なんとか若い
人たちに、頑張ってもらいたいというふうに、私としては応援団のつもりですけども。ということで、あります。で、まあ、この本を書きまして、なんとか、日本を変えたいというふうに、思ってはいるのでありますが、まあ、なんとかしなきゃいけないということで、何をすればいいのかといえばですね、やはり、発想の転換といいますか、もっと柔軟な考えでね、その借金を返さなきゃいけないとか、国の借金を返さなきゃいけないとか、あるいは、プライマーフィナンスがどうのこうの、財政健全化、こんな話ばっかりやってたんじゃ、日本は沈没すると。見てみれば、これは集団自殺だというような感じを思っておりまして、で、じゃあなんとかしよう。で、ベーシックインカムという考えがですね、受け入れられる人たちというのは、もっともっと柔軟な考えを持っているんじゃないかというので、私は非常に期待をしております。で、最近、まあ、未来はどうなるんだということで、ここにありますように未来技術はこうなるというので新聞でも発表されましたけれども、文部科学省の科学技術政策研究所というところが専門家5300人への調査の結果ですね、未来予測したと。まあ、過去の予測は7割実現しているというので、まあ、かなり信頼性が起きるんじゃないかということで、2029年には人間を代替する農業ロボット、31年には無人で自立航行する小船、33年には空飛ぶ車、34年には完全な自動運転車、5、こういうのが実現するだろうというふうに予測しているわけです。で、ということはですね、そんな遠い未来じゃなくて、まあ、人間を代替する技術が次から次へ、発明されて、それで、まあ、社会がうんと変わっていくと、目覚ましく変わっていくんじゃないかということで、まあ、特に若い人は、今の社会制度では、今の資本主義のやり方では、とてもとても、対応できないようなレベルになるだろうと。実はですね、意外と、近いことになるんですね。2009年、菅を引いて、安倍晋三などの有名長の有志、これはですね、この当時は野党ですね。で、政府紙幣及び、ウィス国債の発行を検討する銀連盟というのを発足させたんですね。で、菅さんが、そうですね、フジテレビの2001で、政府紙幣を発行して、国民一人当たり20万配るという案を、そこで、で、堂々とですね、まあ、何千万の人の収支の前に行ったんです。で、そこで、コメンテーターは、菅さんがそんなこと言えば、現実味を帯びると言ってます。で、テレビに何かその出演した人がいたんですが、20万円もらうと、これは使えますね、というような話もしていました。一人当たり20万と配るということなんですが、ですから、20万兆円か。まあ、一年に一回、あるいは彼らは考えたのは、一回きりっていう考えかもしれませんが、何も一回きりじゃなくて、二回、三回とかでもいいかもしれないし、あるいは毎年とかでもいいと。それはまさに、ベーシックインカムの可能性なんですよね。で、彼らが本当に、やる気になれば、まあ、今すぐでもね、まあ、安倍さんに、おっしゃったと。で、まあ、安倍さんがですね、この頃の話は、
日本経済復活の会に、まあ、野党時代来ていただいて、で、私のモットーはですね、お金を持っていれば進みなさい、それから募集なさい、ということを彼に聞いたわけで、彼は、で、しかもですね、我々は、私に対して、まあ、もう一回進めたいとやんなさいよ、ということを進めたんですね。で、彼は、まあ、その可能性もあるんだというようなところを言ってました。で、彼はですね、次の、そう言っていますか、政権奪還の、選挙の時に何て言ったかというと、まあ、自分に、選挙を回してもらって、ルールを回してもらって、例えば1万円札を1枚すると、20年80円は、いろいろ利益になる。その利益を使って、これが持っている、まあ、当然ですけど、いろいろできるんだということをしています。ですから、まあ、我々の、よく言いますか、まあ、からのアドバイスが、必要だったな、というふうに思っています。まあ、アベノミクスというのは、例えば、まあ、アベノミクスですよね。きっかけになって、その前の活動がですね、まあ我々もいろいろ人間でも作るのにいろいろ努力をいたしまして、で、当然皆さんに対して東大学院を入ったという現場の人間を作って、200人ぐらいだとか、それを集めて、安倍さんを取ってもらうんですね。まあ、そういうことも分かって、アベノミクスが始まったんだとは思うんですが、そうだと、お金って、ないないと思っているのかもしれませんが、実は、お金って薄いのではないということを思うんですね。で、お金を薄い出すというと、もう、頭に血がなくて、何も考えられなくなる。そんな驚くべきことでもなくてですね、私は2002年に経済学者の石野俊太郎という経済学会の経済学会の一つの学者さんやっていたような人で、経済学者の本人に。彼のアドバイスしながら、もちろん、人間に規定の気持ちでございますと使って、計算をしたんです。で、まあ、ありとあらゆる計算をしたんですが、それがその一つです。まあ、当時ですね、2000年から、VCP 化も始めると。いう、そしたらどうなるだろうっていうのを計算したんですね。で、当時はデフレですから、でも GDP がずっと下がっているところになりまして、何もしなければどうしたかっていう、実際下がっていったんですが、そうじゃなくて、例えば、毎年30兆円、国民に配ったら、そしたらどうなるかというと、まあ、デフレが止まる。止まる。まあ、何が言うのより、40兆円だったら、50兆円だったら、こういう計算をしたんですね。これは、例えば2000年を選択して、やった場合の計算です。まあ、じゃあ、こっちからやったらどうなるかというと、まあ、もっと、これを、よりももっといい数字が出ると思いますが、もっと右肩から上がりの数字が出るとは思いますが、まあ、驚くべきような、まあ、経済が破綻するようなことは、絶対ありません。で、まあ、どうやれば、これ、うん、まあ、安倍さん流に、政府改編でもいいんですが、政府改編も、あるいは国債を発行して、
이중에 가을 그리고 기존의 지금 기획단인데 그래서 기획단의 검사로 이중에 가을 그리고 지금까지는 어떤 식으로 만들고 갈 수 있는데 가을 계산이 더 안 되죠. という マーケティング産業としては非常に良い貢献産業としては非常に良い効果がある。ただし、これは全国の方に広げる場合じゃダメです。例えば30兆円の規模で皆さんにお金を配る。結構いいですね。まあ、安倍さんの姿さんも毎年いいですか。 一人当たり20万円ですね。20万円じゃ足りない。くらいですね。で、ただしですね、今のはデモクリーで、時間がありますから、その、なんか、実施にしなきゃいけない。実施について言うと、先ほどよりは、そういったことは、そういうのを考えます。そういうのを、 必要なことは、ですね、追加するということです。で、それですね、じゃあ物価はどうなるかですね、こういうことやれば、全体的な内容と皆さん言うんですね。ところが、計算してみると、意外とそんなことないと。で、当時は、レフレンスからダダダダダと物価が落ちてたんです。で、 毎年30兆円配ると、その下落幅が40兆円で50兆円でやったレベルがあるんですね。まあ、そのくらいですか。50兆円ですから、どれあたり、年間、どうでしょう。年間、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 
機を、自由に動かす、ような設定でありますから、もしも金利を固定ということで、金利を守ってですね、金利を上げさせないという設定にしますと、もっと、経済効果が大きくなるわけで、もっと負担が大きくなると思います。ですから、設定によって若干変わってはきますが、もしも金利固定ということであれば、GDP ももっと上がるし、で、じゃあ雇用者報酬どうなったか、経済が好転しましたら、今の政策、小泉政策ですね、そんなことやってたら、どうなんだなかったか、大変なこと。でも、こういう明治敏感で、応じてやれば、どうなったか、雇用者報酬も少し下がってたわけですね。でそれが30兆円ぐらいすると、下がらなくなる。40兆円だったらじわじわ上がってくる。普通の経済に戻るわけですね。で、まあ、これはですね、例えば、40兆円、50兆円でもですね、1人当たり47万円もありますから、その所得は、またこれに加わるんですね。ですから、まあ、かなり、その所得が、大幅に増えるということになります。大幅に増えれば、消費が伸びるということで、経済に非常に良くなる。で、企業活動も活発化しますから、いろんなところに投資して、そして、今みたいな落ちてくれたことにはなりなかったということで、日本は、緊縮を進めたために、まあ、とてもない、で、ですね、まあ、これは単に配ったからですね。で、私はですね、この池モデル、配るだけじゃなく
なこと、例えば、僕自身に伝えるとか、教育で伝えるとか、まあ、ありとあらゆる、計算をした。どうして計算できたかというと、日経にお願いをして、そういうのに何人も使いますけれども、まあ、日本経済のためなら、取り掛かってもらって、やってみたんですね。で、もちろんですね、また、もう一回やれば、本当に日本経済が変わるのであればやってもいいんですが、ちょっと、まあ、これで日本経済が変わったというか、成功したわけじゃないからですね。どうかなという、もう一回やるのが、リスクが多いなと思うんですが、本当に、これで、例えば、リスクインカムにやるぞと、それで約束してくれるんであればね、もう一回、こういう経済というんですが、なかなか国が動かない。これだけの、ことは動かないですね。これでですね、もう、ちょっと、もう、紹介していきたいんですが、もう一度、